どうした？何かがこっちに。この大バカどもが！ばあちゃん！ノー、ブラザー！お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これが、キュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。わかった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目ホカゲがいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつは九尾事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。港はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、ナイカゲ。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。待って。ビー、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。ビーのおっちゃん。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。
ブラザーを抑える。ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば。少年ナルトは手を出すな。B。貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ。自信。それが分かってる。俺たち自信。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしを力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。うぃ、戦闘開始。いくらブラザーでも力用はやらせねえってないよ。なぜそこまでキュービに肩入れてるのか。その考えが勘違い。バカ野郎、この野郎。一番重い思いはブラザーから送られてもらう。我々は俺にとって特別な存在だ。俺たちは最強タッグだ。あの言葉は宝物だから俺様は強くいられる。いつの間にこれほどの力を。ブラザーは俺の実力を見誤り、最後はごめんとキラ誤り。こいつで決めろぜブラザー。よかろう。まだまだ俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。 B、 お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強い力になる元が入ってるこの体。8尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8尾をもらう前の。そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い。俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく大筋。だからこそ俺は8尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと
母ちゃんが俺に会いに来るよ。チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のためにミナトね。ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえ。ただ俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵とキュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ、ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること、俺にはわかる。ナルト、行くぞナルト。戦闘開始。楽しみをするな。互いに全力でいいけど。マックス状態で行く。この一撃で蹴りだ。俺ってばいろいろ助かれてるもんがあっから。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、
救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。おう、雷影。戻るぞ、英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。